開国をめぐる激しい論争が日増しに高まる幕末の江戸。三國聖悟が執筆した世界地図新世予知全図と世界地史今世図式が江戸でベストセラーになっていた。世界の情報の乏しかった鎖国日本、最も新しく正確な世界の情報は日本の進む方向に大きな影響を与えたという。三國聖悟、水沢の生んだ優れた地理学者である。聖悟は江戸時代末期、文政4年、水沢の河原小路で留守家臣佐々木左平次の次男として誕生。ちょうどこの年は伊能忠敬が大日本沿海予知全図を完成、後に地理学者になる聖悟の行く末を暗示するかのようであった。その頃、水沢出身の高野長英は18歳、江戸で学問に励んでいた。拙者が寺子屋に通い始めたのが6、7歳だったと思うが、水沢は学問の盛んなところじゃった。11歳になった天保3年、水沢の蘭学者坂野長庵先生のところに拙者は修行に出された。あの高野長英も坂野先生に学んだ一人だ。坂野先生には理恵という孫娘がいてな、その人は後に後藤新平のお母さんになった人だ。わしはこの人と遊んだり勉強を教えたりしたもんだ。江戸の高野長英は渡辺崋山などと尚史会を作り、日本の新しい進路など研究を重ねていた。国内では天保の大飢饉、外国からは開国を要求され、江戸幕府は混迷を期していた。聖悟が坂野長庵のもとで修行中の天保6年夏、父左平次が死亡、一月後後を追うように母親もこの世を去ったので、実に無念じゃった。坂野先生に打ち弟子を許され、希望に燃えている時だっただけに。この時聖悟14歳、東北地方は冷害で大飢饉に陥り、各地で一揆が起こるなど混乱を極めていた。1836年、天保7年、聖悟は蘭学の勉学に江戸へ旅立ったのである。江戸に着いた聖悟は入門先を探し歩いたが、なかなか見つからなかった。途方に暮れた末、住み込んで仕事をしながら勉強しようと旗本屋敷を訪ね歩いた。ある旗本屋敷に申し込んで断られた時だった。カゴで乗りつけて入っていた粗末な身なりの侍がおってな、カゴ屋に誰かと尋ねると、高野長英先生だと言うじゃないか。びっくりするやら羨ましいやらで、頼んでみようかと一瞬考えたんだが、やめたんじゃない。先生だってお一人で頑張ってやってこられた方だ。拙者だってできないはずがないと心に誓ったんじゃない。江戸で1年間自力で学んだ聖悟は、その後京都に赴き修行を重ねた。儒学者仁科八国に従い、関西、四国、さらに九州を2年ほど巡り歩いた。その時触れた地方の風土が聖悟の地理への関心を高めたのだろうと思われる。
江戸に戻った正吾に待ち受けていたのは開国をめぐる激しい論争であった。外国の船を砲撃したモリソン号事件など、幕府は内外から大きく揺さぶられていた。拙者が江戸に戻ると、いわゆる蛮社の獄が起こって大騒ぎだった。高野長英先生が幕府の遅れた外交政策を批判した小説夢物語を書いたことで謀略にかかり逮捕されてしまったのじゃ。長英先生から学問を奪うことは日本にとって大きな損失だと思ったが、拙者には何もできない。悔しいやら悲しいやら、その一方正直不安になってきたので、一旦水沢に戻ることにしたんじゃ。坂野長庵のもとに戻った正吾は、長光寺で開かれる蘭学の特別講座に通い、医学、天文学、地理学など幅広く学んだ。講義の中でたびたび三造元歩の説という新知識に触れ、地理への関心が一層高まった。しかし、しばらくして坂野長庵は病気で死亡。恩師を失い天涯孤独となった正吾は、講義の中でしばしば聞いた三造元歩という学者に心を惹かれ、ある日着のみ着のまま下駄履き姿で江戸に旅立ったのである。長庵先生の死は青天の霹靂だった。ようやっとの思いで江戸についてみると、相変わらず騒々しいご時世で、水野忠邦の天保の改革とやらで町は不満だらけ。二人寄れば小声でこそこそ、三人寄れば大声で議論の始末。しかしそんなことに気をかけてはいられない。三造元歩先生のところに急いだのじゃ。三造元歩の塾は現在の東京駅構内、津山藩の江戸上屋敷の中にあった。正吾は必死に入門を願い出て念願の弟子入りを果たした。三造元歩は医者で、日本初の医学雑誌やオランダ語辞典を作った洋学の大家であった。さらに江戸幕府の天文台役人として、外国の書物や外交文書を翻訳する役目を持っていた。後に幕臣、つまり幕府に直接仕える役人になり、諸外国との外交交渉にも当たった。天保13年12月、元歩は正吾の才能を認め、三造家の養子に迎え入れた。津山藩の家臣となった正吾は、元歩の指導で世界地図の翻訳に取り掛かった。そして2年後、弘化元年2月、元歩の娘信と結婚。正吾満23歳、新しい旅立ちであった。この年オランダ国王が日本に開国を進めてくるなど、内外の情勢はますます緊迫していった。外国の事情を早く明らかにしなければと翻訳に明け暮れる毎日であった。そんなある日、高野長英の脱獄が知らされたのである。私の気持ちは複雑だった。幕府に仕える身の自分、その反対に長英先生は逆賊として幕府に追われる立場。お互いに国を憂う気持ちは変わらないし、しかも同じ水沢を故郷に持つ間柄だ。
ともかくご無事を祈る気持ちだ。ついに新生予知禅図が完成。この地図は1835年フランスで発行されたものをもとに表され、間宮林蔵が発見した樺太も記載するなど当時の最新情報が盛り込まれていた。正吾は引き続き地図の解説書「昆陽図式」の執筆に取り掛かった。弘化2年全勢力を傾けた昆陽図式が完成した。世界の地形や気候風土の解説、各国の風俗、産業、人口、教育の仕組みなど当時では画期的な情報であった。驚くことに外国の政治や民族戦争など当時日本ではほとんど知られていなかったことが詳しく述べられていた。翻訳するにあたって西洋の雑誌参考書23冊を使ったんだが、日本にはないものや風俗習慣は訳すのに大変難儀した。例えばアメリカのレブブリックという政治の仕組みの翻訳に困って大月万慶先生にお願いしたら、中国の年号をもじって共和制と訳してくださったんじゃよ。正吾は地図の売れ行きをよそに昆陽図式の別冊昆陽図式歩の執筆に取り掛かった。弘化3年7月、待望の長男林祥が誕生。林祥は後にフランスに留学して法律を学び、日本近代法学の基礎を築き、さらに裁判所長官を務めた人物である。この年アメリカ、イギリス、フランスが次々と開国を求めてきた。5月、神奈川の浦賀にアメリカ艦隊2隻が来航、開国を要求してきた。しかし幕府はそれを退けてしまった。こういった騒動の中、高野長英は密かに江戸に戻り翻訳活動を始めていた。この時期から正吾は肺結核に侵され、身体の不調を訴え始めていた。拙者も医術を学んでいるゆえ、自分の体のことはよく分かっていた。日増しに衰えていく自分を見ていると悔しかった。しかし昆陽図式歩は待ち望まれている。夏を過ぎると熱や咳に遮られ、筆もままならなくなってきた。とうとう血を吐きながらの執筆。皆は休めと言ってくれるが、これだけは自分の手で完成させたいと、もう執念しかなかった。原稿を血で染めながら正吾はついに9月6日昆陽図式歩の原稿を完成させた。しかし昆陽図式歩の出版を見ることなく、その年弘化3年12月13日正吾は肺結核で死亡。26歳であった。波乱に富んだ短い生涯、どんな時でも真正面から挑んだ幕末の若き地理学者三國正吾。その功績は日本の歴史に刻まれていった。幕末の大老井伊直弼は外交政策に用いたという。安政の大獄で処刑された吉田松陰は16歳の時昆陽図式に巡り合い、新しい世界に目を開いたという。松陰の開いた松下村塾は正吾の書物をもとに海外の知識を教えたという。そして伊藤博文や
高杉晋作など新しい時代の指導者たちが巣立っていったのである。正吾が生まれ活躍した幕末は激動の時代であった。孤独と逆境を独立自尊の強い意志で切り開き、日本の夜明けの元となった正吾の業績は乙女川のせせらぎの瀬音とともに水沢の空に輝き続けている。